夜の闇が満天の星の光を照らすとき、疲れた体をソファーに委ね、グラスを傾けながら、お休み前に素敵な音楽で心を癒していただければと思います。こんばんは。今日はどんな一日でしたか？かすみのミュージックストリーム、ご案内は中高年のためのアイドルをしていますかすみです。FM 湘南ナバサをお聞きの皆様、こんばんは。パーソナリティのかすみです。今日も一日お疲れ様でした。今日4月12日は64回目の放送となりましたね。もう6月になるとちょうど2年ぐらい放送を続けたことになるんですけど、まだ4月よ。そうよ。だけどね、もうそろそろ2年になるなと思って、そのことをおしゃべりしちゃいました。最近ね、すごい横に育っちゃってるのとにかくよく食べるし、まあよく食べるって健康でいいことなんですけど、ほんと横にすくすく育っちゃってて、で人生の最高記録に近づいてきていましてでね、フィットネスとか行くんだけども、全然落ち着かなくって本当に困っちゃってますでもなんとかしなくっちゃと思ってるんですけどね。ではね、そろそろ、今日のねおすすめ曲、最近ねこの曲を私練習してるんです。かすみらしく こんな曲が歌えるといいなと思って、結婚式の披露宴で最近はよく使われてる曲ですよ。グリーンの曲です。ミーシャさんが歌う愛の形、お聴きください。私の胸にハマってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびに、その形はもうあなたじゃなきゃ、きっと隙間を大好きだよあなた。
シャさんで愛の形でした。では今週のお題、ついつい先延ばしにしていること、湘南民族さんからです。湘南民族さん、本当に毎週お聞きくださりありがとうございます。広くはないですが、庭の手入れ、草木は伸び放題、枯れ葉は溜まったままですっていうことです。そうですか、お庭があるんですね、いいですね。でも本当ね、私も一戸建てにずっとね、幼い頃からずっと住んでいて、父が毎シーズンごとになんか松の手入れとかね、いろいろやっていて、本当大変そうだなと思って、私も草むしりとか手伝ったりなんかしてましたけれども、本当にね、マンション住まいになってからね、本当なんて楽なんだって思っています。しかももう本当の生きてる草木ではなく、草花ではなく、もう造花を飾っちゃったりなんかして、もう怠け者です。湘南民族さん、ありがとうございました。そしてかすみちゃん、こんばんは、いちごいちえです。いちごいちえさん、こんばんは、今週もありがとうございます。毎週たくさんのメッセージが来て素敵な番組ですね。そろそろ1時間番組になるといいですねそうですね、ありがとうございます。今日のお題、ついつい先延ばしにしたこと、結婚相手の両親になかなか挨拶に行けず、彼女から愛想を尽かされました。その後無事結婚して、今は幸せに暮らしていますということです。あー、びっくりした、よかったね結婚無事できたんですね。いちごいちえさん、また来週もお待ちしていますね。ありがとうございました。そしてコミタンからです。コミタンも毎週ありがとうございます。いつも面倒で先送りになっている一番は、自家用車のワックスがけだね。ガソリンスタンドのワックス洗車は長持ちしないしねっていうことです。あー、なるほど、ワックスがけね、大変ですよね。なんかディーラーでやってくれるやつ、あれ5年ぐらい持つそうですよ。あれにしたらどうでしょうかね。コミタン、ありがとうございました。そして島本さんです。島本さん、メッセージありがとうございます。先延ばしにしがちなこと、拙者は日蓮宗宗の信徒、毎日朝晩ご本尊様に向かって金行をします。さっさとやればいいものを、凡夫の悲しさか、なかなか始められず、怠け心を克服しながら欠かさずやっていますっていうことです。なんか難しい日本語がいっぱい出てきて、なんか読むの大変だったすごいですね。信仰深い島本さんですね。でもちゃんとね、お経を読んでね、お勤めされてるのも素晴らしいと思います。ありがとうございました。そしてオラシさんからです。オラシさん、今週もありがとうございます。歯の健康診断、先延ばしにしています。歯に不具合があって、歯医者さんに行くと、治療の最終日に必ず半年に1回は点検に来てくださいねと言われます。前回行ってからも1年以上が経過、歯が痛くもないのに、あんな恐ろしいところに行けるかっつーのねえ、かっこ笑いっていうことでしたおらいさん、意外とお子ちゃまなのね歯医者さんはね、まめに行った方がいいよ。ずっと行かなかったら怖い目に遭うのは、ずっと行かない方が怖い目に遭うんだから。だからまめに行ってクリーニングして、悪いとこ早めに見つけてもらって、ちょちょいって直してもらった方が楽なんだから、まめに行ってください。おすすめのね、歯ブラシがありますよ。まあメーカー名ソニックケアっていう歯ブラシがあってね、
電動歯ブラシですけどね、それでね磨いてると、あの歯医者さんに行ったら歯石とかがねないって言って褒められますから、それ買ってやってみてください。あとね、寝る前、その寝る前に歯磨き、それで歯磨きして、でリステリンってあるでしょ、あれすごくあの刺激的で口中痛くなっちゃうけど、あれでぐあのブク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 ってして殺菌してお休みになると、とてもお口の中の環境が良くなるので、ぜひやってみてくださいね。芸能人は歯が命だからね。村井さん、ありがとうございました。そして、あ、歌手の吉田智代ちゃんからいただきました。智代ちゃん、ありがとうございます。かすみさんにお部屋作りについて教わりたい、特に金運アップの。私は音楽環境を整えることかな、自宅スタジオを作るか、そんなところに住まわせてくれる人を探すかということです。ともよちゃん、そんなこと言っていいの？ねえ、そうね、音楽環境を整えることはね、私たち歌手にとっては大事なことですからね。ともよちゃん、ありがとうございました。ではね、皆さんに私の歌手仲間、お友達の吉田智代ちゃんのオリジナル曲をここで1曲お聴きいただきたいと思います。吉田智代ちゃんで Because You Are。 Yes, I think I need a love for you and me。 愛しさが止まらない、あなたが微笑むから。 Yes, I do, I do。戻る
吉田智代ちゃんで Because You Are でした。来週あたりね、智代ちゃんに音声メッセージでも送っていただこうかなと思っているんで、皆様楽しみにしていてくださいね。では続きます。ラジオネームひかるさんです。ひかるさん、今週もありがとうございます。先延ばしにしていたお洋服の断捨離は先日1日かけてスパッと大事にして集めていたお気に入りのブランドだったけど今はもう着ないだろうもの全部断捨離しましたっていうことです。そして確かに先延ばししていたものを早くやっつけちゃえばすっきりするのに、これは毎年のことなんですが、5月から7月まで毎月試験があるのです。学科試験や技術試験とか範囲広すぎて、昔は全部ノートに書き出して勉強し直したりしていましたが、最近はあまり早くからやっても頭に入らないし、チョイスして間際に見て試験に挑んでいます。ゴールデンウィークを潰してまで勉強に身が入らないのは事実。まあこんなんでも試験落ちないので、試験のためだけじゃなくても普段から必要ならやっていればいいのかなと思いますっていうことです。ひかるさん、ありがとうございます。ひかるさんは某 S 社の美容部員さんであられますけれども、そうですか、毎年試験があるんですね。さすが一流企業ですよね。でもお勉強しなくても試験に受かるってことは、ひかるさんはもう熟知されてるベテランさんっていうことだと思います。ありがとうございました。そして、幸子ちゃんからです。幸子ちゃん、ありがとうございます。お洋服の断捨離です。私自身みな愛着があってなかなか捨てられないでいます。誰かが言ってました、2年着ない服は捨てた方が良いと。秀樹さんのディナーショーをあるたびに買っていたので、クローゼットの中にぎっしり入っています。思い出の衣装なのでどうしようか考え中です。体型も変わってしまったので、かっこ昔は骨と皮と言っていいくらい痩せていました。着れないのは分かっているんですけどね、お値段が高いものばかり…もう就活だから思い切ってゴミ箱行きを考えたいと思います。こうやって毎年先延ばしにしています。普段着ている服もデザインとか値段とかで捨てることに迷い、気持ちが揺れ動いていますということです。そうね、幸子ちゃん、断捨離大事ですけど、高価なものとかね、お気に入りのデザインとかってなかなかね捨てられないですよね。偶然にも私昨日断捨離1日かけてやりました。45リッターのゴミ袋にぎっしぎちに2袋出ました。もうね、やはりそうです、2年着ないものはもう捨てちゃいました。可愛いけどとかいろいろね、もう年齢も年齢だし、これも似合わないだろうとか思って、もうちょっとお高かったものとかももう捨てちゃいました。どなたかにあげればとも思ったんですけど、まあ中古品をね差し上げるのも失礼だし、でなんか施設とかに送るのも、最近はなんか新しいものじゃないといけないっていう話も聞いたんで、もうそれもダメだなと思って思い切ってゴミ捨て場に持ってきました。でもね、なんかすっきりしますよね、断捨離すると。でクローゼットの中も綺麗に整理整頓してすることができたし、もうね毎日私探し物をしなきゃいけないのがすごく嫌だったんですよ。そのクローゼットの中がもういっぱいだからね。でもう綺麗に整頓したんで、これからは探し物しなくていいと思うと、なんか
とてもいい気分です。西城秀樹ファンの幸子ちゃんにかすみからプレゼントさせていただきます。西城秀樹さんで炎をお聞きください。体はあまりに冷たい、心の熱さを探せやしない。それともガラスの細工のようなキラキラきらめく氷のハートか。あなたに出会った不幸この先悲しむことなどないさ。キリキリ舞い舞る男を見つめ、心のどこかで笑っているのか。では来週のお題です。あなたの愛するペット自慢。私はね、小桜インクのピーちゃんを卵から育ててずっと12年間かな、育てて一緒に家族でした。お病気で亡くなっちゃったんですけれども、それからもうペットロスっていうの、もう飼うのが、もう先立たれるのが耐えられなくてずっと飼っていません。だからね、最近ラボットっていうロボットがいる、可愛いロボットいるのご存知ですか？すっごく目がクリクリしててね、であったかいんですって、抱っこすると。でだんだん慣れてくるっていうか、知能も持ってくるらしくて。でもね、お高い、すごくお高いんですよ。であと白原インコちゃんっていうね、中型インコ、中型インコっていうのかな、結構大きい、二頭身ぐらいの頭でっかちのね、インコちゃんがいてね、もうすごく可愛いの。もうでんぐり返りしたりしてね、すごく可愛くて、それが欲しいんだけど、それもラボットちゃんぐらいな値段がして買えない。誰か買ってくれないかな。でもね、先立たれるのは嫌だなって、悩めるところですね。あなたの愛するペット自慢お願いします。メールアドレスはアイドルかすみ @gmail.com です。すべて小文字で idolkasumi@gmail.com です。お待ちしています。ということで、もうお別れの時間となりました。お別れの曲はかすみのオリジナル曲、早春歌曲です。今宵も FM 湘南ナパサ、かすみのミュージックストリームをお聴きくださいまして、誠にありがとうございました。また来週4月19日の夜10時にお会いしましょう。いい夢を見てね。おやすみなさい。ほのりほのり
キラクリラに君への面影浮かべ、くるりくるり遊ぶ鳥のさえずりは君のささやき、麗しき人を思う。はらりはらり舞う花びら、君への香りを抱いて、さらりさらり流る清らかな君への愛、揺るぎなき思い胸に、この世の暗さ木漏れ日となる。FM 湘南ナパサ 7.3